これから右肩上がりに乗ってくると思います。今私の中の大好きをどうまとめ上げるかを考えているところです。名乗りのセリフはもう考えてあるんですよ。これを名探偵と助手に言わせて、あ、でもそうするとフォースのバランスが悪いですね。最低でも3人は欲しいですね。となると3人目、事件の犯人にやらせたらきっと見ている人はびっくりしますよね。と見せかけて途中で寝返るという展開は新しいかもしれません。実は犯人とは別の黒幕が、なんてどうですか？ですよね。ああ、でも犯人なのに味方になっちゃうなんてギャップがあったら名探偵より主役っぽいですよね。インパクト的に。そうなるとダブル主人公、やはり難しいですね。そう簡単にお話は作れません。頭がぐるぐるしてきました。ちょっと頭を冷やしにランニングをしてきます。これは生みの苦しみというやつだと思うんです。これを乗り越えなければ。では行ってきます。